天井をね一段ずつ仕上げていくっていう仕事。無理やな、これは無理や、これは無理でしたわ、うん、もう一回切ってきます。いやでもまっすぐ切れてないですまあでもあっちはねいいんすよ、うん、絶対隠れるとこやから当たらんかって。なおかつ45以上空いてなければ100% 隠れるんで、うんうん、もうなんか分かってきたから手抜ける。ここはああ疲れた、汗びちゃびちゃ。こんなもんで許しといたろうか。終わった、これ1枚いいね。
強い。あれ俺こんな張ったっけこんなに張りましたっけ。なんかえらい多いねんけど。ええ僕何枚張りましたっけ。ここ1列貼ってましたよね。なんかえらい多いんですけどリス打ちが終わらん。よっしゃ、うん、バッチッシ。一番向こうも気合で登ってきました。あっちのね、ちょっと天井の材はね、うんうん、切り方とかがやっぱ上手じゃないから、ピチッとはいかないですけど、はい、あの隙間はどないかして埋めたいんですよね。慣れたな。うん、綺麗。わあ、すごいな。まあ屋根はね、でもきっちりやりたいところではあるし、うんうん、やってよかったんじゃないですか。これ素人でもできる天井 DIY、いいっすね。めちゃくちゃいいと思いますよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。宮本です。